米マサチューセッツ州ボストン30日、日本時間1日、初、3年連続でポストシーズン出場を逃したレッドソックスは本拠地フェンウェイパークで記者会見を行い、アレックス・コーラ監督、クレイグ・ブレスロー編成本部長、サム・ケネディ社長が約40分に及ぶ質疑応答を行った。就任1年目だったブレスロー氏は来季に向け特に先発投手とブルペン投手の補強について、 あらゆる可能性を探る、などと無難な受け答えを続けた。その中で、前日に右肩手術を受ける可能性が浮上した吉田正隆外野手、31については、マサは今週末に、検査の予約を取っており、今、報告できるものはないと話し、吉田に限らず、手術を受けた選手たちの回復に向けたスケジュールはメディカルスタッフが設定した予想の範囲内になる。 と説明した。また、吉田が健康な状態で、来季のキャンプ、開幕までに、戻ってきたら、今季同様 DH での起用になるのか、それとも DH は別の形で使うつもりなのか、という質問に対して同志はそれは、来季のロースターがはっきりした時点で考えることになる。だが吉田が、外野を守ることができたら、アレックス、コーラ監督、 はもっとフレキシブルに采配できるだろうと言葉をつないだ。吉田は前日、来季は外野手としての出場に意欲を示したが、右肩を感知させ、不安なく来季を迎えることができるかどうかにかかっている。今オフは重要だ。